平泉駅、こちら降りました。ゾロゾロとお客さんが降りてっておりますが、さすが世界遺産平泉なだけありまして、私もその一人になりますが、私は混んでるのは嫌いなんで一番後ろでいいや。まあ、ということで、まあ、あの改札出ましょう。すごいなんか混んでそう。あの平泉駅の階段は結構綺麗ですね。平泉駅来たのは本当に何年ぶりでしょうか。中学校3年生の時の修学旅行以来なんで、ですね、91年だから27年ぶりかな。27年ぶりにやってきたという感じです。こう改札が手で見てるって感じですけど、ここになんかようこそ平泉へ出口、無事帰るか、なるほど、無事に家に帰れますようにということで無事帰るなんですね。あ、お願いします。ありがとうございます。ですね、地図で若干私予習はしてきたんで、出て、右側行ってなんかまっすぐ行け15分ぐらいだったような気がするんですけれども、あ、これだ、全然違ったな。現在地がここなんで、これを出てずっと毛通寺入り口とか、ずっと毛通寺じゃない、私中村、あ、でもそうだ、毛通寺もついでに行きますか。まっすぐ行けば毛通寺、まっすぐ行けば毛通寺で、で、右に折れてずっと行けば中尊寺があるって感じですね。なるほど。じゃあ毛通寺、あ、金慶山、中尊寺、まあ、あとこっちの方にもあるんですけれども、ちょっと選んでいきましょう。で、私が行きたかったのはですね、中尊寺、あの修学旅行の時に金色堂とか見に行ったんですけど、全然覚えてなくて、まあ、写真があったのであれですけれども、そうですね、今ちょっとあの濃いめのカルピス買ったんですけども、お店の方曰く、中尊寺は歩いて20分ぐらいなんで、歩こうかどうか非常に微妙なところだとおっしゃってました。それでですね、いろいろ考えたんです。あそこにレンタサイクル、ですね、4時間500円の1日1000円というのがあるんですよね。これだと毛通寺とか、それが金慶山とか行ってもいいんだけれども、あの駐輪場に止めなくちゃいけないって問題あるなとちょっと思った。それから、ですね、これ駅でしょ、そしてそうですね、タクシーを使うという手もあるんです。あのタクシーはいいんですけど、まあ、料金がそれなりにかかるんだろうという、そういう懸念はあります。でバスは、私よくわかんない、やめといた方がいいかなみたいな、そんな感じですね。ただ暑いんで、こっから例えば20分ぐらい歩くとすると、結構なんか死ぬかなという、そんな感じはします。もう一回おさらいしますけれども、こちらの毛通寺と、それから、金慶山、そして中尊寺、まあ、あと無料公園とかなんかいろいろあるんですけれども、今駅前でまっすぐ行けば毛通寺、毛通寺もいいんですけど、あ、そうだ、あと銀行行かなくちゃいけないんだ、で毛通寺もいいんですけれども、まあ、まずはやっぱり中尊寺行きたいなという感じですね。こっから歩くのか、入り口まで20分だから結構歩きますね。そうですね、やっぱりタクシー使おうかな、思い切ってタクシー使いましょう。あのこの辺のタクシーって初乗り520円、あ、530円とかで、なんか札幌より100円ぐらい安いんですよね。うん、まあ思い切ってタクシー使いましょうか。そんなにお金に困ってないんで今日は。よいしょ。あ、すいません。はい、中尊寺までお願いします。暑いですね。暑いね。今向こう行ってるあのタクシーに乗せて来ていただいたんですけれども、ですね、中尊寺の割と上の参道の方になってます。よいしょ。
中尊寺の割と上の方の参道になってまして、これをまっすぐ行けばなんか金色堂とかあるよというふうに伺いましたんで、すごい坂の上駐車場まんまのネーミングですけどね。ハスの花なんか普通にこうありますけれども、すごいですね。ハスの実もできて、これハスの花とハスの実と、なんか本当に北海道じゃ全然こういう景色は見ないという、そういう感じです。こんな竹が生えてる時点でもうなんか、ああなんか南の方に降りてきたなって、そんなイメージなんですね。東山境内において、花の枝、花枝、草木の採取、ゴミの投棄、まあ、それは当たり前です、ね。それから、喫煙飲食許可なく車両の乗り入れ出店勧誘と、あ、だからまあこれは飲み物はちょっと冷却用に使わせてもらおう。それから大池跡、この辺池だったんですね、まあ、ちょっと細かいことは置いといて、昔は池でしたということです。あ、だから、大池ハス、あれですよね、なんだっけ、縄文時代だかなんだかのハスの栽培が成功したとかなんとかって、ここでやったんだ。へえ。それからどこだ、紐に引っかかった。あ、なんかもうこの辺とかはもうなんかいかにもって感じですよね。ほんと27年ぶりに来たんで、これ地味なとこになんかこういうのがあったりするのがこの辺のすごいとこですよね。これは何だろう、登ってみますか、せっかくだから。ここの石材は何ですかね、札幌軟石でないことは確か。これはなんかあれですか、なんか砂岩とかそんなやつ、砂が押し固まってできた石みたいな。多分整備されてなんかキノコ生えてますけども、猿の腰掛けですか。よいしょ。なんだこう、お寺とか神社ってこうなんか坂登らせますよね。あ、すごい古いなんかがあって、なんかお金がありますけど、なんか拾ったらなんかいろいろ言われそうで拾わないですけどね。ここはなんか弁財天堂というふうに言うそうです。別当李商隠本尊弁財天。まあ、いっぱいお金置いてますけどね、欲しいな1000円ぐらい、まあ、それは置いといて、いやもらわないですよもちろん。で、あちこちにいろんな建物があって、あでもなんかいいですね、ここすごく休めそう、休むだけならちょうど良さそう、うん、でもこうなんか足腰の弱い人にはなんかすごくこれきついですけれども、でもなんかやっぱり元気な人はここ登った時の開放感が何とも言えないですね。なんか登ったぞみたいな、山に登るとかもそういうことなんでしょうかね。もうインドアな私にはよくわかんないですけれども。そして、横にある変電施設とか、やっぱり現代はここ電気いろいろ通ってますよね。いや、まあ、ここでなんか時間過ごしてもあれなんで降りましょう降りましょう。急なんで、ちょっとこけたら大変。でもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、太郎の雑学カフェ、こちらの方もやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。